サンドリーチキンの仕込みですね。切り込みを入れるね。いらないのやつを取って、油身取って、皮取って、切り目入れて、これで、ソースに漬け込んで、一晩置いておく。きれいに掃除してチキンに切り込みを入れて中に染み込むようにして。